仰向けになってください。右膝だけを立てましょう。骨盤の右側が頭に向かってスライドして戻るように足を押しますよ。足を押して骨盤の右側が頭に向かって床の上をスライドするように、これを繰り返してください。骨盤の右側が右側の肋骨に近づき、また離れていく。右足を押すと体が少し左に転がって骨盤が肋骨に近づき、右に近づいた時に右に転がって戻ります。このようにして骨盤の右側がはっきりと肋骨に近づくことを感じ取ってください。たくさんやりましょう。ではお休みください。右足と、右腕を持ち上げてください。楽にして。この姿勢で同じ動きをしますけれども、足で床を押せません。したがって骨盤の右側と肋骨の間の筋肉を収縮させて、距離を縮めるということになります。体の右側を少し持ち上げて、左側に動かすことでこの動きを助けてみてください。骨盤を何度も上下に動かします。休んでください。では反対側で同じことをやってください。左足を立てて、左足を押して骨盤の左側を、肋骨頭の方に近づけて戻します。骨盤が床の上を滑って動きますけども、肋骨はその場所に留まったままにしましょう。ですから骨盤だけが動く感じですね。左足を押すときに体を少し右に回転させて骨盤と肋骨が近づくのを、助けてください。そして骨盤が肋骨が近づいたらば左に戻します。
これを繰り返しましょう。ではお休みください。今度は左足と左腕を持ち上げてください。床の助けを借りずに今やった動きを繰り返しましょう。骨盤の左側と肋骨の間の距離を短くすることです。体を回転させてこの動きを助けてください。休んでください。では次のビデオに進んでください。